六家は、江戸時代後期の終わり藩士、明治初期の軍人、政治家。陽名は増次郎。美修会東軍最上村出身。最終階級は、陸軍少将。栄転は、十四位、君三党。河江元年、終わり藩士、庄屋三輪の大輔の次男として生まれる。十二歳の時、終わり藩士、青山小助の養子。十三歳にして、武術を志し、 天根寺流の原彦四郎に指示。また天中組の松本啓道に私宿し、尊老思想に触れる。文久二年、脱藩し、江戸へ上り、長崎奉行、岡部春光森に仕える。また剣術を、神道無念流の斎藤役郎に学び、水戸に渡るも志を得ず、江戸へ戻る。その後、久留米の神職、牧田持神の終戦で、久留米藩に出資。 しかし自らの脱藩で、青山家が断絶の浮き目にあっていると知り帰国、勝利となる。だが役職への不満から、再び脱藩、江戸を経て、越前へと赴いた。そこで、中根幸へと祝杯をあげる。その後、勤労の同志が集う京都に赴き、終わり反側近民ョ城の元情報活動に徹する。後、なるせ忠だへえに仕え大阪、ついで秋広島。 岩国に赴き、各地の維新志士の動向をタミヤに報告した。この功績から、明治維新後勝目付組頭及び、筆六十九国、法六三人公を賜り、間もなく藩の機密係に取り立てられる。やがて軍人の道に進み、明治四年八月不評第六番大隊四番小隊長に、就任したのを皮切りに、東京賃代第三分営小隊長、 初代不評第六連隊副官を歴任。佐賀の乱では、不評第十大隊第四中隊長として従軍し、縦側の戦闘で、迂回攻撃を成功させ、江藤新兵から、戦闘続行の意思を奪う勝利に貢献した。また西南戦争には、不評第十四連隊、第二大隊長心得として従軍。第一大隊右半。 第2大隊左半を率い植木にて殺軍と抗戦。負傷により一時戦線を退くも、陣中戦死した吉松即の助将者の後任として、第3大隊長となっている。戦後は、広島鎮大三坊、不評第8連隊隊長、広島鎮大三坊長などを歴任し、明治25年1月6日少々に進むとともに、予備役に入った。 予備役編入後すぐの2月には、衆議院議員に選ばれたが、3月の第5議会解散に伴い退職。故郷名古屋に戻り、竹明学校校長を務めていたが、明治34年には名古屋市長に押され、明治39年4月まで務めた。大正元年7月24日死去。開名は、佐藤自然院伝赤月山寺明大古寺、没54位を追贈された。 愛知県名古屋市畜区の平和公園平和堂に名古屋市歴代市長の一人として共像が設置されている。ありがとうございます。